とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 Y、YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はですね、千秋先輩で、ラスボスのタイムアタック、やってみようと思います。装備はこれをね、してきたのよ。フィニッシュスティング3に、スカイスネーク1。フィニッシュスティングね、強いのよ。むちゃくちゃ強いんだけども、再使用時間がね、むちゃくちゃ長いの。本当に。もう全必殺技の中でダントツぐらい長いから、まあそれがどう影響するか、見物だな。まあ5分台で倒せれば、まあよしとしよう。はい。では、行ってくるね。ちなみに一番早いのはブルームーン。あれ3分台で多分いけるな。俺は4分7秒だったけど、まだね、最強装備じゃないのよ。最強装備をしちゃうと、絶対いける。3分台軽く超えるね。あー、もう何してんのもう。OKOK。で、必殺技溜まってるね。で、OK。いきます。あ、待って、ああ防御力ダウンを使ってない、もったいない。あ、でもね、ワンコンボで、HP これ半分減らせるってことは、これは強いぞ。ブルームーンと対等。一緒だ。それぐらいの火力を持ってるから、結構、高タイム狙えるかと思いきや全然だ。必殺技のやっぱね、リキャストが長すぎるのが、すごいネックになってる。いや、ダメージすっげー取れるよ。すっごいんだけど、いやー、これ、再使用時間が、長すぎて、おそらく、ダメージも取れるし、敵のね、強化も消せるってことで、再使用時間が長いのよ。これは惜しい必殺技だな。マジで。もう最強、最強に全然なれる必殺技なんだけどな。はい、まあとりあえず、前半戦終了。後半戦どれぐらいでいけるかな。強化は切れそう。強化切れるよ。あ、切れた。まあ一発目で避けて、そうね、レーザー撃ってきてくれれば一気にね、最大火力まで引き上げることができるんだけども。コズミックラッシュか。いや、無理無理無理。千秋はあのね、防御力が全キャラの中でもダントツ、ダントツでもないけど、すごい低いのよ、防御力が。それでコズミックラッシュに突っ込むのはちょっと自殺行為だな。よし、いいよいいよ。まあダメージ覚悟で突っ込んでも全然いけるな。あー、再使用時間が長すぎる。とてもじゃないな、とてもじゃないけど長すぎます、これは。いや、もう普通のキャラだったらもう必殺技溜まってるもんね。それがここで溜まってないってことは結構だ。いけるか、いけ、あー、お、いけた。チャンス取れる、もしや。あ、チャンス、いや、でも取れたところで必殺技がないから、必殺技がないから取れたところでダメなんだ。いやー、いや、でもまあまあ、いや、ダメか。あ、チャンスむしろ取らない方がいいや。そっちの方がいい。攻撃力アップが完全に切れちゃうから、取らない方がいいね。いやー、でも本当ね、フィニッシュスティングは、いいダメージ出るわ。OKOK。フィニッシュスティング3発やった後にスカイスネークで、思いっきり回復できるから、いいんだわ。あー、
切れた。まあ攻撃力アップはね、なんとか後でつけよう、後でつけることにしよう。抹殺光線、抹殺光線、違う。 OK、3、4、5、6、7、はい OK、 最大火力で、これで本気になるでしょ。よし、やばい、コズミックラッシュ、やっぶね、あ、嘘、食らってるやん、食らってますがな。あ、でも OK、 ここで全然復帰できる。いや、できてないよ。OK、 できてないじゃん。見えない見えない見えない、ウェーブが見えない。避けないと結構やばいな。オッケー、変身します。よっしゃ、抹殺光線で、オッケーオッケーオッケー、2回いったか、2回ね。やばい、ウェーブで4、よし6。ああ、なんでそこでやっちゃう。あ、オッケーオッケー、避けてから行こう。よっしゃ、行け。ああ、うん、オッケー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 、いけ。スカイスネーク、よし。ああ、でもたまらない、たまってくれない、必殺技が。ああ、やっぱ再使用時間ネックだわ。あれがなければ本当にね、いけるんだけどね。相当強いキャラなんだけど。よいしょ、アルマゲドゥーン来た。いや、無理か。あと一発。あ、おお、通常攻撃で倒した。いや、でもちょっと遅めだな。ちょっと遅めですけども、まあ再使用時間があれなんで、まあこんなもんじゃないですか。早かったらよかったな。強化を打ち消さないフィニッシュスティングがあればね、多分 1.5 倍ぐらいは早く打てるんだろうけど、ちょっと残念です。はい、まあとりあえず今日はね、千秋先輩でラスボスのタイムアタックやってみたよ。皆さんもね、やってみてください。では別のキャラでもね、タイムアタックやってるので、そっちもチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。